花の海に座る君が見てみたい。そんな願いを叶えてくれないか。手を貸して。ほら、これが君のために用意した暗葉花という花だ。どんな景色を見てるのかって？私が見てるのは君だ。未開の景色はとても綺麗だ。後で散歩にでも行こうか。右玉族は舞で神に幸福を祈るそうだが、気になるか？登山なら心配いらない。私がしっかり面倒を見よう。鳳凰塔の横にある画舫だが、昔の遊覧船に倣って作られたそうだ。あそこに佇んでいる刹那の塔は、もう何百年も変わっていないらしい。私の中にある君への気持ちと同じようにな。街で売られている機運クッキーが食べてみたい？噂によれば美味しいらしいから、後で行ってみようか。様々な大自然の不思議を君と一緒に見つけていきたい。